どこどうも皆さんこんにちは、テックスタイルのテレです。今日の動画なんですけれども、今日は視聴者の方からめちゃくちゃ質問いただいたものに対してこの動画を通じてね、回答していきたいなと思います。その一番多かった質問メッセージというのは、実際に iPhone はウイルス感染するのかっていう質問と、あとはですね、もし iPhone がウイルス感染した時にどんな挙動を起こすのかということと、そのウイルスが感染した時に何か確認できる方法はあるんですかとかですね、そういったメッセージがめちゃくちゃ来ておりました。まあこの原因なんですけれども、まあ過去にですね、数週間前にこの iPhone トロイの木馬ウイルスという動画を出したことがきっかけで、まあ皆さんね、その動画を見ていただいて、まあ僕にね、質問メッセージを送っていただいていると思うんですけれども、まあこれくらいですね、この iPhone のウイルス関連についての、まあ気になっている方、まあ心配になられている方が、まあたくさんいらっしゃるんだなということもあって、もう少し詳しく、今回この動画でね、皆さんにわかりやすいように説明できればなと思っておりますので、まあぜひね、このウイルス関係のね、この iPhone 気にされている方は、チャンネル登録をしていただいて、最後まで動画の方をご覧ください。では、スタート。はい。ではね、実際に iPhone がウイルス感染しないんですかという質問が、まあ、ダントツというか、まあめちゃくちゃ多かったですね。まあそのメッセージを送っていただいた視聴者の方の中にはですね、例えばまあ僕の過去の動画を見ていただいた方もいるだろうし、その中で、例えばまあ僕が iPhone にセキュリティアプリ必要ないと思いますよとかですね、Apple 製品全般的にこうウイルス感染する可能性は低いですよっていうね、この話の部分をね、ちょっと見ていただいて、まあ本当にウイルス感染しないんですかっていう形になってるんだと思うんですね。でまあここは極論の回答が欲しいと、もう感染するのか感染しないのかっていうここだけの回答欲しいっていうのであれば、感染するリスクは当然あります。ただ僕の感覚では、まあ過去の動画でもお伝えしたと思うんですけれども、やっぱり Apple 製品全般的に言うと、ウイルス感染する可能性が低いんだけれども、ただ、まあユーザーの行動であったり、操作であったり、いろんなことが加わってくると、感染するリスクは必ず出てきます。ただ全体的に言うと低いですよっていうのが、まあこれまで僕がお伝えしてたものなんですよね。ただ今回はこの皆さんにまあ問い合わせであったり質問とかね、たくさんいただきましたので、ある程度ちょっと極論じみたことを、まあ一つ例を挙げながら、まあ回答していきたいなと思います。なので今回は、もし万が一 iPhone がウイルス感染した場合の iPhone の挙動、まあ合計7つ皆さんにお伝えしたいと思います。まずは一つ目なんですけれども、一つ目は iPhone のバッテリー消費が異常なほど早くなると思います。ただここでね、注意していただきたいのは、まあ使っていただいている iPhone 端末、モデルがあまりにも例えば古いとか、あとはまあ OS のバージョンをアップデートしていないとか、あとはまあバッテリーの最大容量ですね、もう 80% 近くまでなっているとか、バッテリーそのものに何かね、原因がある場合は、当然ね、iPhone を使っていく上で、まあバッテリーの消費が早くなる。バッテリーが原因だった場合は、これは除外になります。なので極論をね、例を挙げていくと、今現在 iPhone 15 シリーズがね、新しい端末になっているんですけども、最大容量は 100% ある。で、まあ新しい端末を使っているとかですね。そういった場合に、こう iPhone のバッテリー消費が異常なほど早いっていう方は、ひょっとしたらウイルス感染している可能性はあります。ただ、このバッテリーの消費が早いだけで、ちょっと決めつけるのは早いのかなと思いますので、今回7つ挙げたもので、まあ、複数該当するということであれば、まあ、ちょっとね、こう確認気をつけていただければなと思います。そして次が2つ目。iPhone のまあ挙動というか動作がですね、異様なほど重たくなります。動作環境、動作が鈍いとかね、タップしても反応しないとか、まあ要は横のこうスクロール、縦のスクロールとか、こうカクカクするとかですね、いわゆるこの動作環境が異常なほど重たいっていう方は、ちょっとね、こうバッテリーの消費と合わせて、まあ複数該当してるかどうかっていうのをチェックしてみてください。そして3つ目。3つ目が、皆さんね、iPhone の中に、まあいろんなアプリをね、こうダウンロードしていると思うんですけれども、その中に、こう、身に覚えのないアプリがあるかどうかですね。で、例えばディスプレイ上、ね、こう、2画面使っている方ともいると思うんですけども、この表向きに表示はされてないんですけれども、iPhone の設定から一般、そしてまあ iPhone のストレージを確認していただいて、その中に、例えば身に覚えのないアプリがあるとか、そういったね、こう、自分がね、こう、ダウンロードしたことがないようなアプリがある場合は、ちょっと要注意かなと思います。そして、4つ目が、身に覚えのないアカウントがあったということですね。
このアカウントなんですけれども、これはまあメールのアカウントがまあ主流になるのかなと思います。それはまあ iPhone の設定からメール、メールからアカウントを見ていただくと、ご自身のメールアドレスがここには出てると思います。iCloud のメールを持っている方は iCloud とかね、Gmail だったら Gmail とかね、設定されているアカウントがここには表示されるんですけれども、ここにまあ英語数字がこう羅列があるような、わけのわからない英語だけのメールのアカウントがあったりとかすると、まあ、ひょっとしたらご自身が何かの操作をしたことがきっかけで、そのようなアカウントが追加されている可能性が非常に高いということです。で、ここにアカウントが追加されている方って、まあ iPhone のね、まあ、Apple の標準のカレンダーを見に行っていただいたりすると、なんかこうウイルス感染してるとかね、まあ、いろんなメッセージ追加されたり、まあ、通知がバンバン入ってきたりだとか、なんかわけのわからない挙動を起こすと思いますので、まあ、その時点でね、皆さんおそらく気がつくのではないかなと思います。なので、ここのアカウントのところもまあ見ていただければなと思います。そして、5つ目なんですけれども、5つ目は iPhone がまあ頻繁にね、勝手に再起動を何回も繰り返すということですね。でこれも、まあ、一つ目のバッテリーのところと、まあ、ちょっとね、こう、似たようなことの注意点があるんですけれども、この再起動が繰り返される原因って結構たくさんあるんです。例えばね、こう古い端末を使ってて、iPhone のストレージの容量がもう結構パンパンに使っている方であれば、当然処理能力がこう iPhone にはないので、こう自動的にね、こう再起動を起こしてしまったりだとか、いろんなこう原因が考えられますので、再起動があったから即座にこうウイルス感染っていう意味ではありません。ここはね、ちょっと誤解しないようにしていただければなと思います。ただ比較的新しい端末を使っていてて、iPhone のストレージの容量もまあ十分にある。まあね、こう、まあ、iCloud の容量も十分あるとかですね。まあ、身に覚えのないアプリがあって、例えば再起動が繰り返されるとか、この辺がこう複数、まあ、自分なりにね、チェックしていただいて、当てはまるものがあって、例えば再起動がね、こう何度も繰り返されるっていうことになってくると、まあ、ひょっとしたらね、何らかのウイルスが、まあ、この iPhone の中でね、影響している可能性があるのかなと思いますので、この再起動を繰り返すっていうところも、まあ、要チェックしていただければなと思います。そして次が6番目。6番目はですね、iPhone で、例えばまあカメラやマイクを起動していないにもかかわらず、iPhone のこの上の部分ですね、ちょっとここに画像を出しておきますけれども、青いランプがずっと点灯しているとか、オレンジのランプがずっと点灯しているとき、要は iPhone 何も触ってないのに、青いランプがずっと点灯しているということは、画面上では確認ができていなかったとしても、ひょっとしたらカメラが起動している可能性は十分あります。これはですね、まあ、遠隔で操作されることによって、表向きはね、こうカメラが立ち上がっているようには見えないんですけれども、実はバックグラウンドでカメラが起動していてて、まあ、ご自身がね、こう見られているっていう可能性があります。まあ、こういったね、こう触ってない、起動させてないにもかかわらず、青いランプがずっと点灯しているとか、オレンジのランプが点灯している場合は、まあ、ちょっとね、結構注意が必要かなと思いますね。まあ、このケースの場合って、まあ、身に覚えのないアプリが入ってたりとかもするので、なので今回今お伝えしているものが複数チェックがあるような方は結構ね、注意が必要かなと思います。で、ただね、ここでもちょっと注意点があるんですけれども、何かこうアプリを起動したとき、まあ、マイクを使うようなアプリとか、ね、こうカメラを使うようなアプリを起動した瞬間に、ポンとね、一瞬だけこう光る場合があるんですよね。これはね、あんまり関係ない。気にしなくていいかなと思います。まあ、ずっと点灯している場合は、ちょっと注意が必要かなと思いますので、まあ、そのあたりね、確認していただいて、まあ、そういった時があったなとかですね、まあ、特に女性の方だったら、まあ、怖いと思いますので、ずっと青いランプが光ってるってなったら、もう即座に、まあ、電源を落としていただくとか、そういったことをやっていただいて、まあ、僕の方に相談に来ていただくか、Apple サポートの方に、まあ、相談にしていただいた方がいいかなと思います。そして次が最後になるんですけれども、7つ目。これはですね、まあ、こうウイルス感染、まあ、iPhone のウイルス感染とは、まあ、直接的にね、関係ないとは思うんですけれども、何かしらユーザーが、まあ、こうね、偽サイトとかフィッシング詐欺とか、まあ、いろんな警告とか、いろんなことに惑わされて操作した後のことなんですけれども、要はアカウントですね。アカウント自体が、まあ、乗っ取られているとか、第三者がそのアカウントを使ってるとかですね。今僕の方で確認できているもの、相談に来ていてて、まあ、実際にこれひょっとしたら第三者、あなたが知らない間にログインしてるかもしれないですよっていうのをね、僕が実際に見て確認できたものとしては、Google のアカウント、そして Instagram、TikTok、こういっ
これは視聴者の方から相談に来ていただいて、まあ、スクショとかね、動画とか通話とかをさせていただいて、実際に確認できたものでお伝えすると、今言った Google、インスタ、TikTok。ここはね、まあ、他のデバイスからのログインされている方っていうのは、意外や意外、非常に多かったです。なので、これウイルスではないんですけれども、そういった、まあ、こう、視聴者というかね、ユーザーを、まあ、騙すような行為があってからの、まあ、こういうアカウント、第三者のログインっていうのが、まあ、結構多いので、ちょっとね、今回付け加えさせていただきました。で、これ、例えば、まあ、Google のアカウントで、まあ、自分以外の第三者がログインしているかどうかっていうのは確認できます。Google のアカウントページに行っていただいて、セキュリティ項目に、まあ、飛んでいただくと、その中に、まあ、ログインした端末とかですね、ログインされたデバイスっていう項目が必ずありますので、そこのページを見に行っていただくと、今自分が使っている iPhone の名前とか、例えばあと過去に持っていた、機種変更されている方であれば、一つ前の端末の情報とかも出てるかと思います。なので、まあ一番わかりやすいのは、自分はね、これまで iPhone しか使ってないのに、Android とか出てくると、これはもう明らかに自分以外の第三者がログインしている。でパソコン持ってないのに、パソコン、PC とか乗ってたりすると、明らかに第三者が、まあ、ログインしてる形跡なので、こういったことが確認できた場合は、すぐにパスワードの変更した方がいいのかなと思います。あと、まあ、インスタグラムや TikTok の、まあ、そのアカウント自体、不正ログインとかね、第三者のログインというのは、僕の過去の動画でね、お伝えしておりますので、そちらを見ていただければなと思います。その動画の URL は、この概要欄の方に貼っておきますので、そこからお越しください。では今回の動画ではですね、もしあなたの iPhone がウイルス感染した場合の挙動について説明をさせていただきました。で、その挙動の7つの項目リスト、この動画を見ていただいている方、複数該当される方はぜひこの動画にコメント入れてください。では今回の動画も最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた。